敦賀市中心部の国道8号沿いにできた歩行空間を利活用する実証実験、国八空活が本町商店街などで開催されています。今回のコンセプトはアート。13日には市主催の実証実験に合わせて商店街などによるいろいろな催しが行われました。国八空活は国道8号の2車線化に伴い新たにできた歩行空間を利活用する実証実験として敦賀市が実施したものです。2年目となる今年はアートをコンセプトに11月3日から24日まで3週間にわたって開催。さまざまなアーティストのアート作品が街にあふれています。こちらの絵は広島県出身で県内にも活動拠点があるイラストレーター松尾太子さんの作品です。江戸時代の俳人松尾芭蕉が敦賀を訪れた際に見た景色を想像し思いを馳せながら描かれました。今回は歩く、見つける、つなげる太鼓判奥の細道と銘打ち大型の作品5点を敦賀駅をはじめ本町商店街の店舗に展示しています。さらに松尾さんは空き店舗を活用した特設アトリエ&ギャラリーで作品展を開き優しい色合いの14点を展示しました。13日には松尾さんが同会場で創作された作品を公開しトークショーも行いました。またこの日は福井市出身の 3D アート作家大輔さんと地元敦賀のチョークアート作家石丸千恵さんが本町一丁目商店街の店の軒先や壁に絵を描きました。二人はフルーツ店の壁にフルーツを持った猫を描くなど店や通りの雰囲気に合わせて創作し歩く人たちを楽しませていました。さらにこの日は気比神宮前の広場にキッチンカーが並んだほか、本一マルシェや子どもたちによるダンスパフォーマンス、音楽イベントなどが行われ、にぎわいました。広場には鉄と畳を融合させたアーティスティックな椅子が展示されていて、この日も憩いの場を演出していました。神楽町1丁目の多目的広場、カグールでは、通りのシンボルになっている銀河鉄道999と宇宙戦艦ヤマトのブロンズ像についての資料が展示されました。ブロンズ像は1999年の敦賀港開港100周年を記念し設置されたものです。展示では制作の元になった石膏像やイラスト原画、設計図面など貴重な資料が初めて公開されました。写真を通じてブロンズ像ができるまでの工程がわかるほか、999の衣装も試着できるとあって県内外からファンが訪れました。芸術の秋を彩る国八空活について敦賀市都市政策課の担当者は、アーティストの描いた絵がどこにあるのか探しながら国道8号を気軽に歩いて楽しんでほしいと話していました。